ガマゴーリ協定場前駅は愛知県ガマ市竹谷町にある名古屋鉄道ガマゴ線の駅である。駅番号は GN21 東海旅客鉄道東海道本線の三河塩津駅と隣接している。当駅は塩津駅と十国駅の統合駅として設置された。並走する東海道本線に三河塩津駅が開業するまでは 多くの協定上利用客の輸送を担い、蒲氷協定上開催日には、駅員が臨時配置されていた。駅の東にあった、油性踏切は廃止され、2008年3月に、横断歩道橋が設置された。それに伴い、蒲氷蒲氷協定上前間の踏切はすべて廃止された。一時期、当駅は日本で一番長い駅名であった。現在、 名鉄で一番長い駅名は、瀬戸線の大森、金城学院前で、当駅は二番目となっている。駅跡及び駅跡に並行する道路にあるバス停一面一線、単式ホームの地上駅。駅集中管理システム未導入の無人駅で、停車するすべての列車がワンマン運転のため、乗車口と降車口は、それぞれ一箇所ずつに限られている。前日の通り、 東海道本線の三河塩津駅と同じ位置にある関係上、外見からは共同使用駅のようにも見えるが、共用しているのは古線橋だけである。駅改札口付近の花壇や駅前のロータリー周辺などの草取り等、清掃活動は地元の市民団体が担っている。1日平均の乗車人員及び乗降人員の推移は以下の通りである。 千人単位からの外産地十国駅に関するカテゴリー、竹谷駅に関するカテゴリー、塩津駅に関するカテゴリー、江畑駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。